ここからはだから今回のメインコンテンツですか。はいはい、まあそのスゴロクもたっぷり楽しんで 3.0 か。そう 3.0 といえば6月の、はい、ニコニキのチーム目標といえば、一回ちょっと画面を見せていくと、ハウジングバトルですよ、ニコニキの。あテーマは 3.0 感のあるハウジングということで、はい、まあ、3.0 といえばいろんなことがあるんですけども、まあ、みんなには発表すると、まあ、それぞれの家にわざわざ行くとちょっと時間の関係もあるので、今回ちょっと部屋の写真を撮ってもらってましたので、はいはい、で紹介していこうと思います、はい、では最初はペッティからな。エントリーナンバー1番、はい、先にそうだ 3.0 感って自分の中で。そうですね、あのやっぱり 3.0 って本当にいろんなコンテンツが増えて、うん、ストーリーもまた新しいものが増えてきたんですけど、うん、やっぱりあのちょっと外れるかもしれないんですけど、私はこうステール様がちょっと旅し始めたっていう、うん、だってあの野生のね、ヒューザーならぬ野生のホステールを出始めたというのも、正直全力を注いでいるところがあるので、うん、ちょっとその私とホステール様の2人でその生活できる、作り物エルフが共存できる、そんな素敵なお家を目指して発信してきました。じゃあちょっと見てみましょうか。ちょっと一旦配信止めていいですか。あ、どうぞ。不安なんで。あ、はい。あ、そうね。ほら大丈夫だ、ほら大丈夫だ、ほら大丈夫、ほら大丈夫ですよ。はい、じゃあ行きましょうか。ごめん、お待たせしました。はい、まずはこれ、まあ、まずその私とそのホステール様がどういう関係なのかって、うん、そこからの説明が必要かなと思います。なるほどな、はい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 、これいる、これ、うん、あの一応説明としては必要かなと思います。まあ、そっか、こういうのがラブラブなんだなって。あ、もう次行っちゃって大丈夫ですよね。はい、じゃあちょっと、ね、ちょっとあ、ラブラブかなみたいなね、もうね、あーって感じで、うん、あ、もう次行っちゃって大丈夫ですよ、ね、これ違うわ、これ飛ばしてもらって、次これ飛ばしてもらっていいですか。これ何やってんの、これ本当何やってんの。次これ、いやいや、ハウジング関係ねえだろこれ、本当に何やってんの。これか、これこれ、私はあのエルフのですね、林道の方に住んでおりますので、1階はとてもその和風、しかしその作り子があの使いやすいように家具は全部低め、ベッドも全部低め。あ、なるほどね、そういう工夫だ。うん、やっぱりお前はって今ちょっと褒めていただいているところなんですけど、うん、もう全然このコンシェルジュが偽物なのかな、うん、はい、偽物、ちょっと分かんない、猫の扇風機であーってやってるのを、うん、楽しそう、うん、あ、これいいね、なんか、うん、本当に微笑ましい、うん、もうね、とっても可愛い、あ、じゃあ次に、お、写真うまくない、ね、ストーリーが見えるといいね、うん、素敵、あなたと旅をして、あなたと会うのにこんなこと、クリスマスはこんなことをしたり、こんなことをしたりしてたんだよって。え、これえ、この部屋の掃除してんじゃないの、違う、まずい棒だろ、これ、あ、なるほど、そうじゃないですよ、長いとこでも便利じゃないんだよ。そんなスッてやってないですよ、そんなスッてやってないですよ、この掃除してんだからさ、ね、そんな話を夜中まで話しておりました、うん、はい、で、2階はこんな風に、なるほどね、うん、っぽい感じでやる、うん、で、次はじゃあ行きましょう、これね、踊り、うちの中踊り込む要素とか入れとこうかな、なるほどね、3階に、そのお立ち会い席みたいな感じで、その舞を踊れる場所を作っております。和風だ、和風だね、ありがとうございます、いいじゃないの、はい、これは1階はだいたいこんな感じで、その2階はそのベニスタリーの席、素敵だね、このエルトナ感っていうのがうまくそのエルトナとフリポの、ね、共存というのがテーマだから、和洋折衷っていうかね、う下側でこう洋って混ざってる感じ、素敵、面白いね、色もすごくこだわっております、すごいね。はい、では次、はい。はい、ここは今その、うん、あの、うん、旅をしてきたホステル様がいろんなものを置いたりとか。本当は楽器置いてあるよ、ホステル。まあ、それなんかちょっと見てなんとかかみたいになっちゃうんですけど、うん、その、うん、ちょっとそのお土産とか置いてあったりみたいな、そんな感じの思い出が詰まった素敵な一環になっております。いいじゃないの。はい。はい、で、一番こだわったのが、うん、お風呂。はい。お風呂が溺れないように、はい、椅子を中に入れて、うん、あ、それでそういうサービスができるみたいな。サービス、うん、やめて。次行こう。一緒に住める素敵な空間になっております。これめっちゃ面白いね。はい、ということで、私のハウジングはこんな感じで、ちょっと親顔でね、この表情が変えられる。ああ、できたっていうね。写真が上手っていう、うまい、ありがとうございます、いいね、なんかもう俺あの扇風機のやつ超好き、全部人
かったですね。お話が見れるっていいですね。いや、3点とかすごいしっかり表現してますね。すごい。写真を撮るのが楽しくて、ちょっといっぱい撮ってしまいました。前段の3枚ぐらいの写真で大幅減点ですね。そうですね。妄想がすごすぎる。そうですね。あれがやっぱ限定、あの限定かなりでかいですね。ちょっとよくわかんない。やっぱオステラベッティだけのもんじゃないんだから。それそうだよ。私はみんなでその愛を共有したい。サリアスも撮ってたけどね。まあ、いい感じに何を言ってきたら。本当にでもD910 のさ、LINE グループとかでもさ、そのこっちを向くっていう機能がついてたのに、うん、まあその女性陣がね、ダーマ神殿に入り浸りだよ、本当。イケメンの集いだね。あるいはお子さんからね、メッティーから椿さんとかも全員もうダーマ神殿さ。ちょっとダーマ神殿行ってくるみたいな。ちょっと一ダーマみたいな。それが一ですかって話ですよね。楽しみです。じゃあ次は俺ですね。はい、はい、楽しみ。私はねちょっと1個に絞ることにしました。まあ家が小さいってのもあるんですけど、ツリーハウスだから一部屋みたいなものだから、はい、で何が一番大事かって言ったらやっぱり、まあ皆さんもね興奮したでしょう、新職業、うん、踊り子ですよ。踊り子ね、やっぱそこをテーマにした、3.0 巻のアウジングがこちらです。はい、はい、踊り子をテーマにしました。この家具は何ていう名前なんですか？これはね、セクシーライトとムーディーライトですね。散りばめてその間にハート の、 あのランプとか、そしていろいろ合わせてあるんだ、うん、でムードをこう高めるためにこうなんか後ろはポーカーの台みたいなものを置いて、でもその機械が発光しないもんだから、こうやってあの雲のライトみたいなのを置いて間接照明に仕立て上げるという、インコさんらしくないってめっちゃ言われてます、ね、いやいや、それで、まあ、僕らしくないって僕ら良識派だから基本的に。でそれであの踊り子といえばやっぱ実際踊ってる人が必要だということで、まあ、こういう形になってますね。ちゃんと踊りに来てくれる人がいるんですよ。あ、え、うん、はい、踊ってますよこれ、うん、これ 誰が踊ってるんですか、うん、やっぱだんだん、え、私じゃないです、うん、でこれやっぱだんだんやっぱあの真ん中に立ってるこのポール、ね、にも注目してほしいんですけども、まあ、それがだんだんこう、ね、踊ってくると、まあ、こうやってどんどんこう変わってきますよね。はい、次の写真はこれですね、うん、でだんだん変わってくると、まあ、次の写真がこうなってますね、はい、あれあれあれ、だんだんやっぱりほら、あの踊りもクライマックスになってくると、はい、どん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 やっぱり、え、うんうん、踊るボルテージが上がってきますから、うん、はい、次どんどん、はい、どんどん次っていうのもこう、うん、はい、できてますよこれ、踊りがまたいいんです。これあれ六本木ですか？これ六本木、そうですね、あのバーレスクアストルティアって、そうですよね、多分六本木ですよねこれね。そうですね、あんまり近づくとスタッフさんのあれがダメなんですけど、自分ちでしょこれ、プライベートコンセルジュがね、わかんないです、最後これね、そうそうそう、ローンからどここれ、ね、みんなそのセクシーライト、ムーディーライトの隙間に入って、あのチップを投げるもよし、何するもよしっていう、で今回ですね、この撮影に協力していただいたのは、はい、あの V の一族の高っち V さんが、えこれ高っちさんなの？はい、反乱の美少女高っち V がですね。嘘でしょ、はい、頼まれてもいねえのに脱ぎ出しやがったもん。頼んだんでしょ、頼みましたね、絶対頼んだでしょ、なので、まあ、この部屋はこの状態のまましばらくしておきますので、まあ、ぜひあのちょっとみゆみゆあいきちゃんが遊びに来てくれないかなとは思ってるんですけどね。絶対行っちゃダメよ、絶対行っちゃダメ、いや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 、何をしてる、ハウジングやってきてる、違う違う、お家を作って欲しかった、いや踊り交換だよこれ、 3.0 だよこれ、これ、うん、まあ、それが私の 3.0 ですね。違う、あえて高っちさんってのもいいですね、うん、そう、いや、いなかった、昨日の夜中に撮ったんだけどさ、高っち V さんしか気にしてなくて、言うて 3.0 巻の踊り交換までクリアしてる、そうそうです、ね、一通り写真撮ってさ、あのありがとうございますって言ったの、うん、最初呼ばれた時は何かと思いましたけど、こんなこと初めてだったんで、そうですね、当たり前ですよ、次のファンブックに載るかもしれませんな。ダメでしょ、何軽く載せろみたいな宣伝してるんですか、載るかもしれませんな、大丈夫、載らないから、ぜひ対象なんで、ちなみに私はまだ踊り子クエストを受けてない、なかなかね、踊り子なってる、いっぱいやることありますからね、同様にですけどね、じゃあ次はぬろこさん、私やってきました、ぬろこさんの 3.0 巻どうですか、いやもう舐めすぎみんな、え、ほんとに、え、ゆうさん言われてるぞ、いや俺まだ見せとらんわ、まだ見せとらんわ、まだ俺ほんとにね、舐めすぎなんですよ、 3.0 で追加された項目をね、覚えてますかということ、
いやだって踊り子なんて入れてるじゃないですか。踊り子入れました。踊り子入れました。あのスゴロクでしょ。あ、スゴロク 3.0 といえば竜族。そうだね。あと錬金が追加されたのもあった。錬金もあったね、うん、そういうことが達人ノームとかもあったし、全部取ってねえもん俺ら。やんなさいよ。それをふんだんに詰め込んできました、はい。で、まずはじめにあの、はい、平面図こちらからご覧ください。ちょっと待って、これですね。はい、これですね、うん、こういう感じで配置ピクロスみたいになってますけど、1階側が1階で右側は2階なんですけども、1階の部分はあの割と共有フロアにして、2階がカジノフロア、そのスゴロコメイトしたカジノフロアになってるね。じゃあ早速あの写真をねご覧いただきましょう。これか、これが1階、はい、これが1階ですね。ほうほうほう、これだ、この家具すごいでしょ。これ何、あの音符トーン記号みたいなものが。そうそうそう、音符の、ね、家具をカズマリー君に作ってもらって。あ、すごい、なんか明和電機のなんか作品みたいな。明和電機ではない。明和電機じゃないですか。すごい、なんかコンシェルジュちゃんに向かって、うん、そうそうそう、ね、この子が3人いるみたいな感じで、この左のこの何ですか、うん、踊り子の踊り子の服を着てるんです。踊り子の服着てる時に間違って男用の靴と頭買ってもって、うん、そうしたんです。買ってもって、男用女用があるからね。そうそうそう、うん、で何より見てほしいのはこの下ですよね。これが竜族といえば竜具の使い、はい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 、竜具の使いがここのね下の水。本当だ、いるいるいる、すごくない、地下水槽に、はい、竜族と竜具、竜具の使いが多いんですね。すごいわこれは。で踊り込むクリアでしょこれ、ね、うんうん、これであの次の写真いきましょう、はいはい、これですよ。覚えてますか、インコさん。これ俺があの誕生日プレゼントに作った。そうなんです。月給日なぜかと言いますと、はい、はい、が追加されたでしょ、うん、でオーブといえば、うん、虹色のオーブですよね、はい、でということは動物界が作れるということで、動物界が作っ動物界か、はい、動物界が作ってくれたあれものを受けたその形のオーブが完成できる。なるほど、このオーブに見立てた月給儀ですね。私の作った月給儀ですから。そうです、もうこれ優勝ですよ、ね、この1画面早っ早っはい、それで2回をご覧いただきましょうか。はい、2回行きましょうか。おー、スゴロクだ。おー、すごい、さっき熱いバトルを繰り広げた、ね、スゴロクのマップが。スゴロクですね。これで、やっぱりカジノといえば赤ということで赤ですね、うん、全体的に赤を主張してるんですけれども、うん、ご覧ください、このメタッキーとキラーマシですね、うん、これがやはり錬金釜に酷似している、うん、ということで、あー、メタッキーが錬金釜に似てるよね、うん、ということでここにも 3.03 を出しつつ、うん、そしてスゴロクの目も3、おー、3.0 ゆえにね。そうですね、本当はリーネも後ろに、ね、いるからさ、ね、いやいやいや、詰め込んできましたね、全部の作品。すごいね、これ私だって、うん、あの家具カタログ使ったし、家具カタログ私も使ってよかった。俺も使った、家具カタログ使った。 3.0 やし、インコさんは俺使ってないね。うわー、家具カタログ使ってないですか。いや俺が自分で打てるものだけで並べたって感じ。あー、職人ですな、うん、それはしょうがないか、うん、しょうがないな、こんな感じです。なるほど。いやちょっとすごいね。すごい、頑張ったよ私。すごい。リュウザー、この3人を見て、うんうん、見せたいと思う。全然大丈夫だと思う。あ、そう。結構ね、いい部屋できてんだよね。でも正直、鳥になんか来るってこと、うん、相当すごいの用意してる。いや、いい部屋はできてるよ。じゃあ早速じゃあリュウザー行きましょう。はい。これです。ほう、え、しかも もうらしくないでしょ。なんかでも綺麗ね。せやろ、なんか古民家みたいな感じになってる。そうそうそう、なんかちょっと渋めに行ったのよ今回。暗っ、うん、そう、もう暗くて、うん、この暗い感じのやつをこのさ上のさ明かりがさ照らしてくれるじゃん。なるほどね。で次の出すあ、こういう感じ。畳多いな。そうなんですよ、もう全部畳ぶわーって敷き詰めて。これ自分で敷くんや。そう、自分で敷きました。宴会場だこれ。全部自分で敷きました。そうなんだこれ。そう、しっかりと石庭みたいなのがね。じゃあ次、あ、それいろりに、これ足燃えてるぞ。魚なんでこう間違って自分は焼かれる立場なんじゃないかと思って、焼き魚、焼き魚だけに自分もちょっと一緒に焼いちゃってるみたいな感じなんですよこれ。皮どこ取った？え、ちょっとどうも。いや、これ意外だね。で、おお、これ何？どこにいるのこれ？外に出たの？違う、これは、うん、これね、あのね、うん、どうしてもこの、あの
山の外の海を表現したかったのね。でも、はいはいはい、海どうやったらいいんかなと思って、いろんな方法で調べたら、まず下を床下水槽にするんですよ。はいはい、床下水槽にして、これを畳とかを敷き詰めて、こうやるとここだけ海みたいになるんですよ。なるほどね。あ、これはいいアイデアだね。そう。部屋の中に、そう。そう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 。だから、ああ、なるほどなるほどと思って、やったんですよ。どこにある？それだけ聞きてんの。いやだから 3.0 別に 3.0 巻とかじゃないじゃないですか。いや 3.0 巻とかじゃない。だって一応テーマとしてその 3.0 でしょ。だからそれは気持ちではずっと 3.0 を作ってる、 3.0 を使ってやってつもりでしたよ、家具カタログ使ってね、だからこれは違う。気持ちはすごく入ってるの。ダメだよ 3.0 ダメダメダメだよ。違う今のまだあるの。みんな年賀状書いてるのに龍太がカモメール書いてるんですよ、だってさ 3.0 感を出したかったよ、でも自分が作りたいのをやってたら、こういう風になっちゃったんだもん。ここでさ、ところでさ、一回その配信見たけども、えらいプレゼンしてたじゃない。してた。そうだ、弟になんか建築のなんか作られちゃったりさ、なんかその休める空間がどうなのかさ、散々言ったんだ。どこに入ってんの。今日やっぱこういうスペースの使い方なんで聞いてくるの。いや、これはね、あのやっぱりね、ガスケツだわ今はダメだ。ガスケツになっちゃった。あのね、やっぱりあの、なんとか 3.0 のなんかこっちで石川龍太郎で龍族だとか言ってみちゃった。石川龍太郎だし、もう椿さんが、今日の朝の配信で、椿さんに、ね、いただいたんですよ、交流の鉢巻きを。もうそれつけて、今日髪の毛も黄色にしたんですよ、それです。それドレスアップだよ、ハンジングじゃねえよ。もうダメだろ、あれやばい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 、負け負けだよ、もう。え、負けだよ。違うじゃないですか。負け負け。そうだから、ああそういうね、だそう、そうですよ。そうなの。そうですよ。今思い出したの。そう。やっぱ。いや、こんな圧倒的なわけある？じゃあ一応アンケート書くよ、じゃあ。いや、だってすごい。はい。だって部屋が綺麗だもん。部屋が綺麗。ね。俺にしてはすごく上手にできたの。ほら部屋来たらほらほら、だってこれすごくないですか結構。いや、いいよ。いいでしょ。けど、ね、でも私たちは一応テーマ性に沿ったそうだ、もうそんな、何できるんだ、そんなもんあるあ、競技場立たないよ、本当にそんなそっか、おかしくない。いやいや、もうダメだよ絶対。インコさんのせいだ。俺なんだ、俺のせいだったね。絶対インコさん。いや、まだ最後はあ、でも結構これ、アンケートが、アンケート2枠のアンケートを足したものにしますね。そう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 。誰の配信がいいと思いますか？1ベッティ2、5、3、3、うん、でこれね、僕に入れるのも結構重要ですよ、これ、本当にいいと思ったら入れればいいんですから、重要って何？重要ですから、これもさ、どっちだ、部屋は真似したいくらい好き。おお、いいな、いいよね、インコさん、ハウジングじゃねえっていう。ハウジングだよな、なんだと思ってたんだよ。回転でしょ。回転でしょ、振動回転です。はい、ぜひ遊びしてください、皆さん。特に大岡の女性、はい、ぜひぜひ遊びしてください。の店作りですね。じゃあどうする、もう出るか結果。見せますか。はい。せーの、ドン。はい。俺高い、ほら俺高い、すごいすごいぞ、ほら。それは、はい、多分枠のせいですね。いやいやいや、枠。ドン。ダントツで私ですもん。本当だ。本当46。いや。まあ、こんな枠補正やめてください。こっちなんてさ、ベッティと俺、僅差だからね。本当だ。俺の枠だと、ベッティ 19%、で、俺が 33%、ぬるほさんが 31%、リューザーが 15%、意外とリューザー、意外と検討したね。ベッティ 18.5%、インコさん 19.4%、ぬのほ 46.7%、リューザー 15.3%。え、ほう。私たちが僅差とか信じられない。ちょっと待って。いや、同じやつ。いや、結構さ。多分ね、俺は思ったね、そのベッティはやっぱりそのホステルとか、そういう、あの、もう欲望ばっかりだな。いや、あったのでしょ。いや、一番欲望しかないよ。そんなことない。欲望のレベルが高いの。俺は、違う、踊り子が生きるっていう、そのみんなのため。違う違う。全冒険者のためだよ。違う違う、おかしい。私も全冒険
今もステイルルロンしてますよってアピールを、うん、そうもう歯医者どものたわごとはいいから。なるほどね。じゃあまあこれちなみに優勝すると、はい、うん、豪華得点なんですよ。はいはいはい、うん、豪華得点、豪華得点、まあこれはじゃあ布子さんということに決まったわ。ありがとうございます。いやもうこれはだって決まりじゃないですか、まあ、うん、まあ、一応全部足してそうですよね、はい、しょうがないわ、うん、でちなみに予算いくらぐらいかけたの。いやでも言っても30万ゴールドぐらいかかりましたね。いくら龍座、うん、30万ゴールドぐらいです。え、それで布子さん32、3。おお、あなたそしたらもうベッティそんな安い金額でまとめたってのがポイント高いね。うん、やっぱり私のレースアップも全部そうだけど、なるべく、うん、色とかもあんまりゴールド使わないようにしてます、ね。はい、でも実際の得点は龍座とどっこいだからね。そう、もうだからもうプライド的にだから事実上のビリだよ。ベッティ、うん、事実上のね、事実上のもうどっこいだもんだって 3.0 感出してないよ。どっこいだからだってさ、チャラさんに入らないと思って入れたんでしょ。ゼロじゃ なるほど、そういう同情票がね、同情票結構入りましたね、それにしてもね。いやびっくりしたわ。まあでもたま、あの梅の子さんがじゃあ優勝、はい、おめでとうございます。ちなみにもうなんか25個くらいセクシーラード打っちゃったいやいやすごい。そうですよね、自分で私一番お金かかったのが、お稲荷に送った奇跡の木工と、はい、あ、そうそこなんだ、掘ってくれるって。なるほどね。いやまあそれで商品なんですけど、はいはい、まあ高価な、ね、今回は家具の中でまとめてもらってるけど、庭もね、ハウジングだから掘ってほしいなと思って、うん、伝説の庭具、うん、オーロラプラネタリウム。何それ、はい、もう一回いい声で。オーロラプラネタリウム、もう一回いい声で。オーロラプラネタリウム、やけ探求者たちよ。やっぱインコさん面白いっすね。あ、本当だ、ありがとう。コッサン面白いじゃん。コッサン、コッサンね、やっぱコッサンやっぱ面白い。で、そのオーロラプラネタリウムってのは虹のプラネタリウムの大成功品なんだよ。で、それは道具職人が打てるんだから、うん、俺が打ちます、うん、よっしゃ、もうじゃあ全部買っても違う、負けた3人でオーロラができるまでもうね、頑張ります。もうやだよ、お金なくなるの。もうごめんね、ありがとう、ね、正直どうやって作ってるか俺もまだレシピは持ってないから、はい、もうやだよ、お金なくなるの。ちなみに俺が優勝したらもう永遠に失敗してるのかな。どうやらさ、あれで優勝すると思った。いや、確かに思ったよ、インコさん一部屋でよくやったって思った。ゴールドかかってそうな感じしましたけど。もうやだよ、本当。レシピ取るところからって分かった。ちょっとじゃあレシピを取る配信をして、うん、そのレシピを元に、うん、一発打つから、うん、そのね、ちょっと原価とか計算して3人でもある、はい、分かりました、うん、まあ言っても俺ね、人にあげるものはね結構大成功出るから。もうベッティもむくれないよ、ベッティ。怖い、だってこの間ベッティ、とりあえず50万ゴールドそうだよ、ね、とりあえずね。いくら高いかわからないでしょ。そう、わかんないんですよ。本当にただね、家具はその結晶を使うことがなくなったから、ね、ちょっと下がったんじゃないのかなと、うんうんうん、思いますよ。まあ、はい、頑張ってくださいね、皆さん、ね、うん、そうですね、頑張ります。じゃあもうなんか3人で集合してなんか枠取れれば一番いいですね。そうだね、金沢君は寂しいよ。ぬるこさんはもうハブ、ハブ、しかもぬるこさんの家で、ぬるこさんの家で、ぬるこさん出かけてる時にさ、ぬるこさんね、いやいやいや、私もお金払うし、ぬるこさん、ビールとか床にこぼしまくって、しょうがない、そうなるしかないですもんね。まあ、そうだね、ちょっとじゃあ、なんかせっかくだから職人チャレンジ枠をどっかでね。そうですね、後ろで僕ら見てればね、うん、まあ今やるとちょっとね、難しいから。そうですね、なんかね、スライムエンペラー倒せって言われて、俺会ったこともねえよ、スライムエンペラー。確かにどこにいるんだろうね。そうだね、じゃあちょっとエンペラー探しの枠やりますんで、さあ頑張って、ね、以上がニコニコハウジングバトル。はい、ありがとうございました。